picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで、バンカー練習場にやってきました。はい、はい、まあ、ちょっとここではまあ、僕がラウンド前見ててバンカー周りの嘘グリーン周りのバンカーまあまあ、はい、そういう時はありますね。グリーン周りのバンカーで、はい、なんだろうな、距離がもう安定しちゃってるのね。出るんだけど長い距離が打てないみたいな感じ。ちょっと長い芯があってさっきよりも強めでいいよって言っても、はい、結果なんか同じぐらいの距離しか出ないみたいな感じで、ちょっとこう遠くに飛ばせないのかなと思って、強弱というか、はい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 、近いバージョン、遠いバージョンみたいな感じの内訳ができたらいいかなと思って、はい、承知しました。じゃあここからはお願いします。お願いいたします。また普通に普通にも戻った状態で全然大丈夫です。はい、OK。 うん、OK、OK、いいですよ。すごい、でも構え綺麗になった。ちょっと一回これ、あ、ごめんなさい、失礼します。うん、うん、ナイス、ナイスアウトなんですが、ね、構えとかが変わっちゃったから、ちょっと変わっちゃったのかな。すごい飛びました、ね、でもすごいいいことだと思います、はい。ただまあまあ、飛ぶにしろ飛ばないにしろ、いろんな、なんだろうな、ゴルフ場に出た時に飛ばないようにしないといけないと、はい、なんか飛んじゃ嫌だなっていう時期だったり、はい、うん、あります。ただなんかもうちょっと距離出したいなって時あると思うんで、その距離の合わせ方をちょっと今日はお伝えしていこうかなと思います。はいはい、まずバンカーショットにしての重心の位置が高すぎる、はい、ということって、こう構えた時にもういつもショットを打つ時みたいな高さになっちゃってるんですよ。はいはい、そう、そうですね。そうするとこれって距離出す打ち方、要はヘアウェイバンカーとか、はいはい、まあ、今みたいに構えてもらっていいんですけど、グリーン周りの場合は重心を下げてあげないといけない。そう、はい、知らなかった。やっぱりさっきみたいにちょっとホームラン気味のが出やすくなっちゃうんで、なんでいつもよりも足広げてもらって、はい、足広げるだけでも重心下がるんですよ。そう、はい、足広めにしてもらって足思いっきり埋めてください。埋める埋める埋める、そう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 、はい、なんならこの埋める動作で砂の硬さとかもちょっとこう探ってあげるといいかな。そう、柔らかいとか硬いとか影響するんですね。まあ、それは後日ゆくゆくお伝えします。はい、まあ、とりあえず埋めてみてください。はい、埋めます。埋めたら膝を曲げて手元を下げて、はい、このシャフトが地面と平行になるぐらい下げていけば下げていくほど距離は出なくなります。そう、この手元が高ければ高いほど距離が出やすくなっちゃうんで、距離出したくないときはこれをベースにこのシャフトを地面に近づけるか遠ざけるかっていう構えをして打ってあげてください。それで距離が調整できるんですか。そうです、そうです、そうです。低ければ低いほどクラブが鋭角に入ってくるんで、はい、砂が多く取れるんですよ。はい、砂が多く取れるということはそれだけ距離が出にくくなるんで、うん、短い距離のバンカー打ちたいなって時はそこで合わせてあげる。へー、だからさっき言ったように普通に構えた時って手元高いんで、はい、距離が出そうだなっていう風に見えたっていう感じですね。なるほど。そう、ちょっとそれで、ただ重心下げていった時に気をつけてもらいたいのが、はい、この下げた変な膝の角度変えないようにして打ってもらいたいんです。はい、これを上げるときに伸び上がったりとか打つときにこうやって上がったりしないように、下げたものは下げっぱなしで打ってあげる。ちょっと意識してもらいたい。かしこまりました。ちょっとそれで打っていきましょう。はい、伸びちゃいそうだな。いつもの感じだとなんかそうですよ、ね、当たったときに伸びちゃいそうな。私はよく構えます。そうで重心、そう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 、もうちょい 近づいてあげてください。そう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 、そうそう、重心もっと下げる。はい、このぐらいですよ。そう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 、へえ、 OK、 その高さ変えずに振ってあげてください。そうそうそう、いいです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 よ。 OKOK、はい、あ、
これは短く持つとかじゃなくここの距離をでやるよりかはもう低さで下げてあげちゃって大丈夫です。はい、へグリーン周りのバンカーもちょっと前回の動画撮影した時みたいにこう傾斜があった場合は、はい、傾斜に応じてちょっと短く握ったり、あなるほど、バンカーの中でもちょっとつま先上がってる時は短く握ってあげたりっていう感じですね、はい、まあ気持ち短く握ってあげるのはいいかなと思います、通常のショットに比べて。かしこまりました、うん、そうそうこれでそう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 、オッケー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 、ナイスナイスナイス。でそれを次よいしょ、もうちょっと手元高めにして打ってあげる、はい、いつもまた構えてもらって、そう入ってもらう、そう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 、そうです。でもうちょっと近づいてあげましょうか、肩の真下にグリップ変わらないですからね、はい、さあさあさあ、オッケーオッケー、いいですよいいですよ、今のが膝の角度が変わっちゃったから、ちょっと下げてるじゃないですか、はい、下げたもの上がっちゃうと今みたいになっちゃうね、はい、そうそうそう、重心の高さは変えないようにして、はい、そう、だ結構足腰使いますよね、はい一級で出したいですね、この足腰使うそう、OK アナイスと微妙にちょっと距離次出るようになるんですよ、出ますと、そうっていう感じで縦の距離を合わせてってあげる、距離を出したくない時は下げて、距離を出したい時は上げてってあげる、へーっていう感じで距離合わせてあげると微妙な距離の合わせ方ができるかなって。そうなんですね、はい、結構テイクバックの大きさなのかなって合わせるのかなって思ってたんですけど、はいはいはい、違うんですね、重心の高さです。へー、はい、テイクバックいくら大きく上げてもバーンってここで止まっちゃったらボール出ないですから、飛んでいかないですか、はいはい、そう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 、なるほど、大きさじゃないんですよ、そう、へー、重心の高さ、そうなんですね、これも構えでできるんで動きで、そうですよねあとはもう重心を上げないようにして、そうですそうです、ですよ、ね、重心を上げないようにしてやってあげる、うん、重心を下げる場合は足広げてあげた方が下げやすいですよ、逆に重心を上げたい時はちょっとスタンス狭めにしといてあげると低くなりにくくなるんで、ちょっとボールも取りやすくなる、そう、へえ、ヘアウェイバンカーに入った時は逆にいつものスタンスよりもちょっと狭くして構えてあげると、はい、飛ぶ距離が出やすくなる、そう、そうなんですね、そうそうそう、へえ、知らなかったですっていう感じで打ってもらえるとかしこまりできるかなって、はい、あちょっとスタンス狭めにし してそうそう、ちょっと距離はじゃあ遠くでこんな感じですかね、そう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 、そうと距離が出てくるっていう、そう、鋭角に入りづらくなるからっていうことですね、そう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 グリーン周り今のだとホームランみたいな扱いになっちゃう、はい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 、この辺はと、あこの辺はもうちょっと足広げてもっと重心落としていって、落として手元を下げてあげる、そう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 、手元を下げると左の手首の角度がすごい入ると思うんですよ、はいそう、はい、でよくバンカーで手首コック使ってねとかっていうのは上げていくときにいきなりコック使っちゃうと前の動作、はい、高いところからいきなり手首使っちゃうと、はい、要は斧を下ろしてる状態になっちゃうからただ刺さるだけになるんですよ、はい、とボテってちょっと超えるだけとかって形になっちゃうんで、うん、構えたときに手元を下げて手首の角度をつけておいてあげる、大きくそう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 、はい、その状態保ったまま上げてってあげると、そうヘッドが鋭角に入ってくるんで、で距離を合わせてあげる。で顎が高い場合は、こういいですよ、引き下げておいてもらって、はい、その状態でちょっと両手、私こっちの方がいいの、両手緩めてもらって、はい、そうこのリーディングエッジのところが、そう開いてあげるっていうんですけど、大体1時ぐらいの方向でいいです。へー、はい、そうこれをすごい極端にこうやって開く方いるんですけど、ここまでは必要ないです。そう1時方向、最初これが12時だとしたら1時の方向、 そう、はい、それで握り直してあげる、そう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 、一番やってほしくないのはいつも通りこうやって握って両手こうやって回して、これフェース開いたっていう方いるんですけど、はい、これ何もフェース開いてないですからね、打つ時にまっすぐに戻ってきちゃうんで、必ず開いた状態で握り直してあげるっていうことはちょっと忘れないように、そうこれちょっと顎がないんで、うん、フェース開く必要はないんですけど、そうすると高い球が、そういうことですか、そういうことです、最後にそれやってみようか、 OK です、1時の方向で、そうさっきか1時の方向を開いて握り直してあげて、そう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 、こんな感じですかね、手元を落として、そう、はい、そうまあ打ってあげる、そう
そう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 。で必ずそこで終わらない。ここまで振り切ってくださいね。はい。そう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 。打って終わりになっちゃってるんで必ず重心の高さは変えないけど胸は目標方向に向けてあげるように。はい。もう一回行きましょうか。お願いします。結構後ろから見ると結構手元下だけど。そうでここまで下げるならもうちょっとボールに近づいてあげた方がいいかな。そう。もうちょっと上げてもいいですよ。そうそうそう、そんなもんです、そんなもんです。この右のものと、そうそう、右のものとこうかぶんないように、かぶんないぐらいでいいです。そうそうそう、はい、こうじゃないか。かしこまりました。 OK、 こんな感じかな。うん、そう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 、 OKOK、ナイス、ナイス、ナイスです。ナッチ、はい、この感じだね。それより下げない方がいい、うん、そうですね、なんかそうですね、今ね、こうやってやっちゃってましたね。また、またの穴に入れないように、はい、入れないぐらいで、そう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 。で、そこが一番低い位置ですね、重心の中では。はい、へー、そう、ちょっとそれ今ぐらいか、前のラウンド動画とかでもだいたいあのぐらいの距離であれより飛ぶが出なかったっていう感じだったね。あー、はい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 。おそらくそこで距離感を合わせられるようになるかなと思うんで、はい、まあ、こういうちょっと練習場で、はい、練習していただいて、状態のあれですね。そうです、低いか高いかで。そう、低いか高いか。あんまり角に足とかかるほど、足と足の間に手元が入るほど下げすぎないようには気をつけてください。はい、わかりました。あと、もうフェイスの向き、そうです、顎が高い場合はだいたい一時方向、はい、に開いて握り直してあげるのは忘れないください。はい、わかりました。握り直す。そうです、はい。それをちょっと忘れないように練習してください。はい、わかりました。なかなかやっぱりちょっと練習しないとなんとも言えないところだと思うんで、本番は難しいとは思うんですけど、そうそう、あの、覚えておいてもらえれば、はい、そのうちこう身につくと思うので、はい、練習してください。練習するに決まらないよ。ぜひ湘南銀河を走れ。お願いします。いつでもいるんで。じゃあ最後にパターをやると思うんで、はい、パター練習グリーンに行きたいと思います。はい、お願いします。最後。